ちょっと間失礼しますね。はいどうも皆様こんばんは、パルでございますと、はい、今回はですねガルパ2度目のキラフェスということで、パレオとカノちゃん先輩のね2人が追加されましたと。そして期間限定メンバーのサヨさんとツグ、そして星さんのモカですね、この3人も追加されましたということで、まあ、僕自身はですねこちら、はい、カノちゃん先輩、キラフェスのはねカノちゃん先輩と、期間限定メンバーのはこちらツグの方をね狙って今回は100連引かせていただきたいと思います。いやてかさ、やっぱりキラフェス限定キャラのスキル尖ってますよね。まさに AP を大前提としたモロ刃の剣って感じなんですけど、ガルパ下手くそな僕にとってはね正直このツグの方が使いやすくて強いなと感じております。まああとキラフェスはねドリフェスと同じで星4の提供割合が2倍となっておりますが、それに甘えずね今回も謙虚な気持ちで引きたいなと思っております。まあ最低でも今回ピックアップされてるキャラ全員は当てたいってところですね。といったところで早速ですね引かせていただきたいと思います。いきましょう、10連目。さあどうだ、提供割合2倍、その力を思う存分見せてくれということで、うん、そうですね、いやーこれは見せられましたわ。そんなことないよ、私は普通にやってるだけ。はい、アリサですね、来てくれました。あ、このアリサ持ってなかったアリサですね。いや、ロリアリサということで、めちゃめちゃ可愛いですね。幼少期のロリサと、ロリサってなんだ。いや、間違ってはいねえな。小学生時代のアリサでいいのかな？めちゃめちゃ可愛いですね。ありがとうございます。はい、まあ、といったところで、まあ、一発目はですね、星さんに愛されたということで、まあまあまあ、まだ90連ありますからね、ここから星4、ガンガン当てて、いっちゃいましょう。OK？ さあ、どうだ、ここで一ちょ確定演出、一旦確定演出が来るんですね。まあまあ言うて提供割合2倍ですからね、行きましょうか。はい、星4。私の誇りと強さを乗せて、いつまでも。おー、というわけで、はい、さよさんがね、さよひなで出てきてくれましたということで、いや、あのさ、もう、なんか、ガルパのこういうのをね、出るために言ってるんだけど、僕自身、もう一番好きなカップリングがさよひななんですよ。どっちも推しではないけど。謎にね、カップリングで一番を上げるとなるとさよひなということでね、めちゃめちゃ眼福です。ありがとうございます。はい、心ですね。いいね。この心持ってなかったね。な、この卵、トリケラトプスの卵なんですかこれ。興味津々の心ですね。ありがとうございます。はい、というわけで、とりあえず星4が当てられましたが、まあ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 、今回のやつではないっていう感じですかね。まあでもね、全然もうさよひなが当てられたということで、僕としてはめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。OK、OK。まあもうこれで星4の流れは作れたということで、次は、キラフェスですね。間違いない。行かせていただきましょう。30連目。さあ、そして当然のことが確定演出が来ないんですね。はい。だからお腹ペコペコにして待ってるね。お、これは、はい、モカということで、はい、今回のですね、今回の新しく追加された星さんのモカということで、ありがたいですね。いや、いいね。ナナミちゃんと一緒に写ってる、これデートっていうことでいいですかね。眼福です。ありがとうございます。それじゃあ、おっちゃんのモノマネしますね。はい、存分にやってくださいということで、はい、僕の推しであるおたえですね、この点持っていないということで、ありがとうございます。まあ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 、星4は来なかったけどね、星3メンバーはなかなか当てられたということでいいでしょう。さあ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 、40連目、行かせていただきましょう。まだまだね、まだ半分にも到達してませんからね。さあどうだ、うん、確定率来ないね。いや 6% だけどな、なかなか厳しいのかね。はい、まあキラフェスとは思えない当たり方ということでね、星さんが1枚最低保証だけでしたね。はい、ここが半分、折り返し地点50連目、行かせていただきましょう。さあどうだ、さすがに1人ぐらいピックアップ当たってくれてもいいんじゃないですか。ひーちゃんのあれが出そうな予感、出そうな予感ですか。というわけで、モカありがとうございます。これ絶対あれだよね、エイエイオーのやつだよね。脇で苦笑いのツグもめちゃめちゃ可愛いですということでね、はい、モカ当たってくれました。ありがとうございます。はい、まあ持っていないモカが当てられはしましたけれども、いや50連の、そうなんだろう、キラフェスの50連の結果としてはなかなかに厳しいというか、なかなかに渋いと言いますかね。まあここまでになんか2枚ぐらい当てておく予定だったんですけどね。さあ、あと50連でピックアップメンバー出てきてくれるのか、いきましょう。 OK、 いや頼む、お願いします。
当てたい一人は、確定演出が来ない。あれおかしいなあれおかしいな。キラフェスさん、キラフェスさん、自分のガルパンの確率実は操作してますかこれやばいな。ちょっと一回こっちに戻ってみよう。はい、乱数調整ってやつですね。未だにちょっとピックアップメンバーも当てられていないんで、まあ、ここで願掛けしておきましょう。パレオ、カノちゃん先輩、はい、サヨさん、そしてはい、ツーグーですね。はい、そしてまあ、モカはね、出てくれたということで、ありがとうございます。はい、これでさすがに乱数調整ができたのではないでしょうかということでさ、残り40連、引かせていただきましょう。まあ、さすがにここはね、さすがにここは確定演出。まあさすがにね、行きましょう。さあ何人来てくれるかな。お、大切にします。うわこれはそうですね。はい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 、やっと来てくれた。はい、期間限定メンバーのツグということでね。いや、さよさんと一緒に映ってるのめちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。うわ、よかった。ちゃんと期間限定メンバーの、しかもね、推しの方が来てくれたということでね、素晴らしいですね。いや、この笑顔最高ですありがとうございます。いや、じゃあもうこの調子でね、あともうかのちゃん先輩も当ててしまいましょうと。え、かずみ、キャプテンだから分かるんだ。まさかのまあ今回のピックアップのやつではないですけど、はいはい、まあ、こうやってなんか全然ね確率の振れ幅がえぐいなはい、というわけでね、続けて来てくれましたハグですね。ありがとうございます。まあ、このすでにこのハグはね、すでに持っているんでね、まあ、スキルアップとかにね、使わせていただきますと。はいはいはい、期間限定メンバーのね、ツグも当てられて、しかもね、星をも2人当てられたということで、これはなかなか流れがいいんじゃないでしょうかね。いいねいいね、僕自身野球やってたんでねこういう感じのイラストめちゃめちゃ好きです。といったところで、さあさあさあ、残り30連ですね。もうこの調子で当てちゃおう。もう30連でもう3人当てちゃおうまだ当たっていないピックアップメンバーね、行きましょう。 OK、 さあどうだ。まずは確定演出、まずは確定演出を見せてくれないんですね、これがね。うん、大丈夫よリンコ、みんなわかってるわ。はい、ゆきなさんということで、はい、こちらのゆきなさん持ってないですね。いや、めちゃめちゃ綺麗めちゃめちゃ綺麗すぎる。これ星さんでいいんですか。これで普通に星読んでこのイラスト出てきたとしても全然納得しますけどね。はい、まあ、というわけでですね、まあ、持っていない星さんのね、ゆきなさんは当てられたんですけど、星読には嫌われてしまったということで、まあでもピックアップは仕事してるんですよちゃんとモカが2人当たってるんで、まあ、ピックアップはね、ちゃんとお仕事をしてくれてるということで、まあ、それが次はね、星4にかかってくれることを願っております。残り20連いきましょう。佐渡だ、動けイラスト動け。よしよし、まずはとりあえず確定演出ということで行かせていただきましょう。さあ来て、お、大切にします。まさかまさかのいやー、なるほどねなるほどね。いやー、まあ別に嬉しいっちゃ嬉しいんだけどね。スキルも上げられるし、まあこの粒のね、スキルめちゃめちゃ強いから、スキル上げられるということでいいんだけど、やっぱガルパってさ、なんだろう、複数当てることってあんまり重要視されないゲームなんで、いや、ピックアップ働いてくれるならキラフェスメンバーもしくはさよさんにかかってほしかった。まあまあ、でもね、推しの粒がね、さらに来てくれたということで愛は感じましたね。非常に愛されております。粒ありがとうございます。え、星4、2連続で来ること多いねはい、モグラのモグちゃんの映画撮影の時のひなちゃんっていう感じですかね。え、いいからハグミは黙っててまさかの10連で3枚はい、みさきちゃんですね。みさきちゃん来てくれましたということで、あ、これあれか、さっき当たったコッコローンのやつと繋がっていることか卵を発見してね、ハグが言う中でこうさよさんに見つかりそうになってるところをね、止めてるって感じですかね。はい、持ってないみさきちゃん、ありがとうございます。ミッシェルめちゃめちゃ可愛いですといったところで、はいはいはい、まあ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 いや、これは十分っちゃ十分でしょう。はい、まあ、もうすでに持っているとはいえね、星4のツグがね、今回ピックアップのツグが来てくれて、さらにね、こちらの所持済みではあるんですけど、星4のひなちゃん来てくれて、さらには持っていないね、みさきちゃんも当てられたということでね、10連の結果としてはもう最高ですね。ありがとうございます。さあ、この調子でラストですね、流れに乗っていきましょうか。ラスト、ここで来たら熱い。ここでキラフェス限定メンバーが、ちょっとまずいか確定演出が来ていない。いや、まあでもこの演出からでも来る時ありますからね。見ていきましょう。最後の10連、じっくりと
じっくりと見ていきましょうか。さあどうだ。いやでもまさか最後の最後にね、星さんが一人だけとか、まさかそんな渋い結果が起こるわけな。おお、それじゃあみんな気合い入れていこうぜ。全然不意打ちはい、ともえ、このともえ持ってませんね。いいね、和太鼓を叩いてる様子のともえということで、もソイヤーですね。ハッピーラッキーポピパパソイヤーの時のともえということでね、めちゃめちゃかっこいいですね。てかあんだけフラグ立ててて星4来るんかい。